ブラマプトラ級フリゲートは、インド海軍のフリゲートの艦級。インド海軍での計画番号は 16A 型。先行するゴーダーバリ級をもとに、センサー及び兵装を更新したものとなっており、アメリカ海軍協会では、改めゴーダーバリ級として扱っている。基本設計は16型のものが、ほぼ踏襲されたため、1990年代に収益した艦であるにもかかわらず、 ステルス製への配慮はほとんどない。中央線道型という線形も踏襲された。指揮官も同構成で、ボイラーはバブコックウィルコックス社製の三導式で、蒸気製状は圧力 550LBF インに温度摂取450度である。蒸気タービンはボーパールエンジニアリングによる Y160 蒸気タービンである。なお安定化装置として、 非収納式のフィンスタビライザーを装備している。戦闘システムの中核となる戦術情報処理装置は16型で採用されたイタリア製の IP-10、あるいはこれをバラウト社がライセンス生産したものとされている。またこのほか日本無線のインマルサット衛星通信装置も搭載された。またレーダーも 概ね16型の搭載機をもとに国産化されており、対空創作用としては、ロールマイナスレイ2、低空警戒用としては、ロースマイナスレ3、対水上創作及び公開用としては、ロシミーが搭載された。このほか、長射程の艦隊艦ミサイルの搭載に伴い、その測定用として、ロシア製のガルプン E をライセンス生産したアパーナ長距離対水上創作レーダーも、 追加されている。また、股間防空ミサイルの乾燥に伴い、ロース -03 から L、M-2238 スター3次元レーダーへの乾燥も行われている。ソナーとしては、バラート社の中周波ソナーであるハンサを搭載する。またタレス社の栄光ソナーの装備も予定されている。16型と比して、最大の変更点が、 艦隊艦ミサイルであり、16型では比較的旧式の P-15M、テルミート M が採用されていたのに対し、本級では新型の 3M-24、ウランに更新された。これは同時期に建造されていた15型駆逐艦と合わせたものであった。一方、五艦防空ミサイルとしては、当初は国産開発されていたトリシュルの後日装備を予定されていた。 これは16型で搭載されていた 4K33、オサー M と同様の昇降式連装発射機を用いる予定であったが、コスト超過のために、同ミサイルの開発そのものが中止された。このため、代わりに、イスラエル製のバラクが搭載されている。対戦兵器は、イーラズ -33 連装魚雷発射艦、官報も 76mm スーパーラピッド砲、 CIWS も AK-630-30mm ガトリング砲と、いずれも回収後の16型の装備が踏襲された。航空偽装も16型を踏襲しており、フランス製アルエット3をライセンス生産したチェタク、またはシーキングヘリコプター2機を搭載できる。上記のトリシュルコ間防空ミサイルの開発遅延、計画中止や、 計画途上での設計変更、造船所の労働問題のために、建造は全体に遅延した。ありがとうございます。